なんだあいつら、真面目にやってるから変なメガネをつけて、まったくしっかりした服装をしなさいって言ってんだよ、バタか。ゲームセット。最強最強、はい。ナイスボール、いいね。はい、はい、こう、ナイスボール、いいね。今日調子いいんだね。あ、ごめん。ピッチャー、オッケ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 ー。勝負、勝負、勝負。全然オッケー、オッケー。ランナーなしだからね。ちょっと今ここに来た、ここに防御つけてないんだから。分かった、低め OK よ、低め OK だけど勝負で水落ちたいからね。分かった、ナイスボール、ありやした。あー、ちょっと落ちたね。今161だね。今こういう時は161のコースだね、今ね。じゃあ行こうか、決め球鬼スライク、鬼スライク、翔平 TV の鬼スライク、行こう。これピッチャーはちょっと悲しいね。しかも審判ボールにするの絶対ね、今のね。そうだよね、翔平、お前ならできるよ、翔平。はい、ナイスボール。やっぱ俺ダメだわ、キャッチャー。低め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 、頼むよ。はい、こ、低め低め、意識は低め、えいっ、なんだおい。9回裏、4対3、ノーアウトランナー1塁、バッター4番、1打出ればさらにチャンスが広がる。ランナーは盗塁のサイン、成功すれば1打同点のチャンス。このバッターをねじ伏せてやる。はい、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 
3回偽投を行った翔平、次は必ずバッターと勝負でしょう。しかしこれまで行ってきた偽投、実はとても考えられた施策であった。投げた。人をバックするから投げてこないかと思ったよ。もう監督に怒られるよ。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも一枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアツオ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。